ンポン。こんちは。あ、魔王だ。出会い頭になんやお前しばくぞ。囚われの勇者やりたい。だからうちが魔王やれってか。イエス。いつも通り接してくれればバッチリ魔王なので、ぜひお願いします。お前ほんま失礼やな。じゃあ、勇者のお母さんをおとりにまんまとおびき寄せて捕まえた勇者をさらに絶望させるために、人間を魔物にする薬をちらつかせて遊ぶクズ魔王って設定でお願いしてもよろしいでしょうか。設定詰まりすぎ。まあええか。まずは勇者のセリフからいきますね。はいはい。じゃあ行きます。く、このクズが。ガハハ。魔王なぞ。ボケか。この変態のツキマの脳から豚野郎。人の形をした立ち首ちぐそ。ちょっと待てこらー。はい。言いすぎ。魔王も傷つくやろやめろや。もうちょい優しく接することはできんのか。聖書します。よし。じゃあ行きます。ガハハ。魔王なぞ。く、魔王め、お前の慈悲なと受けん。さっさと殺せ。シャッ、シャッ、シャッ。あかりちゃん、はい。勇者やっちゃダメですよ。あ、すまんすまん。つい演技に熱が入っても歌。その割には殺意溢れてましたけど、では気を取り直していきます。あいよ、ガハハ。魔王なぞ。魔王め、私のお母さんをどこへやった。ふふ、貴様の母親か。私のお母さんをどこへやったと聞いてるんだ。もちろん生かしているさ。お母さんはどこだ。嫌だから。お母さんは一体どこだ。いや、お母さんどこ。うるせえ。はい、話を聞けやな。まずは魔王の話聞こう。話進まないから。はい、たく。じゃあ行きます。お母さんをどこへやった。ガハハ。貴様の母親か。ちゃんと生かしてるさ。だがこれを見ろ。なんだそれは。これは人間を魔物に変えてしまう恐ろしい薬だ。なんだと。つまりどういうことだ。ふふ、貴様の母親は生きているさ。しかし私はこの人間を魔物に変えてしまう薬。それが何だってんだ。お母さん嫌だからこの薬をね。その薬がどうだって言うんだ。お母さんは無事なのか。やはりどういうことだ。説明しろ。お母さん。そっしろよ。ボケー。話が進まねえだろうな。